どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、ただいまですね、こちら故障した我が家のねエアコンなんですけれども、送風運転は通常通りできるので、それでね、なんとかこう湿気がこもらないようにして、今網戸でね、外の空気を取り込みながら、これでね循環させてなんとかしのいでます。いやー、もっとね長いお付き合いになると思ってたんですけど、突然ねお別れすることになってしまいました。あとね、まあ24時間後には確実にね工事が終わってると思います。明日のお昼頃、ね、工事の方が来られるということなので、それまでね油断せずに、熱中症対策ですね、まあ飼い主の僕はね汗をたくさんかいてなんとかね体温調整はできるんですけど、小動物はねそういうわけにはいかないと思うので、いろいろと対策を強化して、ね、当日を迎えたいと思います。まあ僕がね、最初にね僕はあれですね、うさぎのこのチャンネル立ち上げて、その次にうずらねをお迎えして、その後にモルちゃんですね、そしてその数ヶ月後にハムスターのチャンネル立ち上げて、そしてねその後にはまあカエルとか、まあ、その他のね動物のチャンネル、そして今はね6つうずらとかハムスターとか他の、ね、ペットたちにあげるために生き餌ですね、ミルワームとかを繁殖するためのノウハウとかね、お話ししてる動画、これはね多分一番このチャンネル見てる方はね関係ないと思うんですけどね、好みがねすごい真逆になると思うので、これはねもうねこっちも登録してる方いらっしゃらないと思うんですけど、全部で6つ登録しててですね、エアコンが壊れて、全くね影響を受けなかったのがですね、まあこの暑さに関してはなんですけどね、暑さに関して事故じゃなくて暑さに関して命を落とさなかったのがこのウサギとモルモットとウズラですね。あとはちょっとですね暑さの影響で、ね、全員みんながみんなじゃないんですけど命を落とした子もいました。なのでね、まあまだまだねエアコンとしては本来ならね寿命ではないと思うんですけど、積もり積もった、ね、使用時間がやっぱ10年分になってたのかもしれないですね。もちろんね突然の故障って言ったらね1年以内もあり得るとは思うので、またねこの失敗苦い経験をね元にして糧にして、このエアコンが突然壊れてもねもっと楽に乗り越えられるようにですね、命ができる限り落とさないためのですね対策品っていうのもね、まあ安いものじゃないんですけどね、しばらくまあ貯金ができたらね用意をしてあげたいと思ってます。はい、それじゃあねまあちょっとこういうお話はねこれぐらいにして、今現在のねみんなの様子をちらっと見ていただこうと思います。はい、こちらはですね丸吉くんとももちゃん、久々に夫婦でね一緒にこのペットボトルの氷に凍らせたものでね熱中症対策して涼んでます。はい、そしてココアちゃん、ココアちゃんもね体が大きいからねっていうのもあるかもしれないんですけど、全くね答えることなくね暑さに負けず元気な状態で今もねこうやって何かもらえると思ってね走ってこっちに駆け寄ってきました。そして小雪ちゃんと奥にいるのがマロンですね。
ょっとね、扉壊れたから直そう直そうってなってたんですけど、いろんなことが重なってね、ちょっとまだ直せ てないですね。ちょっとね、今まだ直せてないんですけど、エアコンの設置が終わったら早速ね、快適な、小屋をね作ってあげようと思います。はい、そして丸吉くんの弟的存在ってね、勝手に思ってるんですけど、アビシニアモルモットの菊之助くんです。まだまだね、チャンネル登録者数がね、このチャンネルより少ないんですけど、順調にね、皆さんに可愛がられてね、人気急上昇中っていうほどでもないですけど、人気がね、出てきてます。よければね、こちらの菊之助くんのチャンネルもチェックしていただけたらと思います。それではね、またエアコン空気清浄機能付きですからね、いろいろとね、初めてのことが多いと思うので、実際使ってみて、それでね、感想、どうだったのかっていうのをですね、シェアしていきたいと思いますので、ペット飼育してて、いちる毛とかですね、あとは匂い対策にもね、有効な一石二鳥三鳥のエアコン、気になる方はね、ぜひともチャンネル登録して、またね、後日チェックいただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。